俺が俺に呼んでマンドメイグインだ。おい、ヤフー、ヤフー、ヤフーというか孫さん、孫さん、聞いてくださいよ。今日天気予報、ヤフー天気予報、東京曇りのち晴れでしたよね。ね、孫さん。降水確率 30%。 俺ね、12月1日じゃないですか。だから普段できないことしようと思って、見てこれ、これ分かります孫さん、これ、ええ、毛布ですよ。毛布、毛布とシーツですよ。毛布とシーツ洗ったんですよ。そしたら何が起きてると思います孫さん。孫さん、雨ですよ。めっちゃカタカタ言ってます。孫さん、俺超久々に大物を洗った日に雨ですよ孫さん。しかもめっちゃ寒い。曇り時々晴れだよね孫さん。みんな12月やり残したことたくさんあると思います。僕のやり残したことはこんな結果になってしまいましたが、皆さんはどうか悔いのない1年を送ってください。また会いましょう。